名古屋栄を散歩しますか。はい、何があるんでしょう。エッペ、あー、ダメだー。最悪だ、最悪や。どうすんの、そのベタベタ。これね、うん、走って乾かしたいと思います。走って乾くの。うん、マジで。いや、走っていきたいと思います。いくよ。オッケー。乾くのか、足って。めっちゃ走っとるやん、あいつ。来た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 。さて、乾いてるでしょうか。どう、乾いた。全然乾かない。乾いた。乾かない。あと45分で乾かそう。オッケー。次はね、ミノさんがおすすめする新しいコーナーで、ミノさんのはみ出しコーナー。どういうこと。ミノさんがおすすめするディープなスポットとか、美味しいご飯のお店とか、これをミルカチャンネルの中で紹介していきたいと思います。まず第1弾、楽しみにしててね。じゃあ行ってみましょう。公園行っても思いっきり楽だな。わあ、成長。9月の、ね、18日からまた起こってる。今工事してるんだって。へえ、中？行ってみたいね。来ちゃいましたね。来ちゃいました。ここ屋上？ここ昔ね、遊園地があったんだよ。へえ。今なんか神社があるの。行ってみる。何？でも走れるね。走れるやん。これ鬼ごしようよ。鬼ごする。うん、これちょっと見たから、これ何？神社。神社だね。これ見て、カナちゃん。ほんと、カナちゃんお帰りしていきたいと思います。はい。それは言えないね。俺、ミノさん小さい時に来たことあるんだ。今は乗れない感じだね。パンダのね、動くやつとかあったりね。マジか。すごい。ミノさんも乗ったことあるんだね。意外とディープスポットでしょ。うん。出た、金のシャチホコやん。わー。金のシャチホコ。すごい、カンガルー。シャチすごいね、これね、なんかね。こんにちは。すげー。これね、観覧車今ね、乗ることはできないけど、あ、ちょうど動くやん。ちょうど動くの。すげー。マジで。うん。うわ、動いた。動いた。すげー。すげー。やば。これ見て。昭和31年だよ。1956年に設置されたんだって。すごい。すごい古い観覧車だよ、この観覧車は国内にある屋上観覧車としては日本最古の一番古い観覧車なんで、まだ動いてんだよ。すごい。すげー。すごいね、動いてるの見れたね。うん。次、この金星行きたいと思います。うわー、なんか懐かしいなー。懐かしい。ワンパのフィッシングだって。もう釣りできるやん。釣りできるやん。ほんとだ。ちょっと全部見てみよう。うん。ほら、太鼓の達人もあるんだって。すごい。見て、金星。ほんとだ。見たことないね。楽しいね。うん。めっちゃ回る。
噛みつけサメ、何これ噛みつけサメ、これハズレの歯を押すと噛みつけられるんだって。なんかやりたいものありますか？やりたいのね、ちょっと待ってねそれやってみる。そういえばさ、昨日さ、ガラスに坊主だったじゃん。だからここで吸おうよ。吸ってやろうか。よし、ちょっと、これやり方もわかんないよね。ワンパクシング。よし、やってみようか。やってみよう。いきますよ。はい。これ、チュー。おー、なにこれ。なにこれ、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 頑張れ、頑張れ、頑張れ。すごい、すごい、すごい、すごい。なに、ど、なに、説明がないんだけど。
よし、もう本気だ本気だ本気だぜ、さあ